久保さん。いや昨日やりましたね、勤務研究所。まあ、やって思ったことがですね、まあ、やってよかったなっていうところですね。これね、久保さん、不思議なことが起きまして。<laughs> それびっくりしたんですけど、まあ、有料なわけですよ。酒を飲むね。有料。酒を飲むだけで有料。<laughs> でね、そこで何が起こったかっていうと、そのサブスクに入って、 なおかつ投げ銭が発生したっていうね500円投げていただいた方がいまして何なんだろうみたいなね有料で酒飲む酒飲むだけで有料ですよまあでもねまあまあ客観的に分析するとまあキャバクラとかもまあボトル入れたりとかあ指名したりとかまあそういうそこでお金払うっていうあるじゃないですか だからまあ、あのー、それにちょっと近いものがあるんじゃないかなと思いますね。ホストさんにお金をこうあげるとか、えー、ボトル入れるとか。なんかそういうところに近いのかなっていう。ただ、僕は発信者側として見て思うことが、僕はないなっていう <laughs>。僕はないけど、その現象を起こしてるっていうのがね、なんか不思議でしたね。うん、僕が投げ銭することもないし、なんだ。 なんか僕、他の人の YouTube チャンネルとか登録もしないですよ。一切、久保さんのチャンネルも登録してないですし、僕あの、YouTube、もう1人で始めてもう4年、5年、4年ぐらい経つのかな、5年とか。だけど、この間でチャンネル登録した YouTube チャンネルが一度もないっていうね <laughs>。なぜならば、必要な時に必要な情報を取ると。 まあ、久保さんの場合は送られて、このやり取りはちょっと別枠になりますけど、なんか、あの、チャンネル登録必要するしチャンネル登録する必要がないなと思ってるんですよね。僕の場合は、うん。必要な時に、ステージが変わると、な,なんだろうなー。今まで入ってこなかったことも入ってきたりするわけですよ。例えばわかりやすく言うならば、 うん、小学校の時に算数を勉強していて足し算とか勉強している過程の中で、えー、積分とかね因数分解とかいきなりその教科書を見ても理解できないと思うんですよだけどそのステージに立ったらあこういうことかなるほどねっていうの基礎ができてってであなるほどこういうことかっていうなんかちょっと理解難しいけど理解できる状態になるじゃないですかただ掛け算も足し算も習ってない状態で まあ東大のね、勉強、教科書見ても、全くよくわかんないと思いますし、だ新聞とかもそうですよね。だから僕、大人になって思ったのが、まあ、新聞を僕は買って読むってことはないんですけど、普通にそのビジネスを始めて、日経をね、あ、なんかそのホテルとか行った時に新聞が置いてあるじゃないですか。で、日経新聞とか、普通に手に取って見たりとかするようになったんですよね。で、これってでもちっちゃい頃って面白いことで、何が面白いのあの新聞みたいな。 もう新聞クソつまんないみたいなだこう面白いなと思いますよねステージが変わることによってその撮る情報の質が変わるっていうまあその新聞っていうのは昔からあったんだけど自分がステージ上がったら無価値なものが価値になるっていうね、うん、だから YouTube に関してもその今までその入ってこなかった話も色々吸収できるつまり自分のステージが上がれば上がるほど まあ本当にありとあらゆる人の話が吸収できて、えーまあ、それを使えるっていうことですよね。これすごいなっていう。だから久保さんの言う受信力ってやつですかねだだ。受信力には僕はステージがあると思いますね。これでまとめましょうか。いってらっしゃい。